皆さんこんにちは、しょりみちゃんのしほとりんみです。はい、というわけで今回ですはい、というわけで今回ですね、冷蔵庫の中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。ちょっと待って、冷蔵庫の中身聞いてないんですけど、うん、え、言ったつもりなんだけど、怒られない。コメントが書けないし。問題じゃないわ。もう。じゃあどうする？やめる？ママ怒ってどっか行っちゃった。じゃあ早速開けてみよう。ドア。開けてドア。はい、これが我が家の冷蔵庫です。ちょっとママが来る前に、じゃあ上から開けてみよっか。開けてみよう。上から紹介してみようか。はい、というわけで、上がですね、まずドレッシングに、次に醤油にコーラです。はい、うん。まあこれは普段使ってるやつだね。普段使いますね。で、コーラはね、ちょっと次の企画用に使おうかなと思ってます。はい、ですね。はい。で、下の段いきます。下の段はですね、なんと、卵こんにゃく、卵こんにゃく、うん、これね、美味しいけどカロリー控えめ、ね、これカロリー控えめだからピリ辛いけど、たまに食べて、食べピリ辛たまに食べてます、ね、パパはね、で、はい、その横にはオイコスがたくさん、でオイコスがなんと3段分ぐらいやばやばいですね、一回閉めよう。オイコスと冷蔵庫両方とも良かったですね、今パパとママが食べてます。で次こっち行きましょう。こっちはですね、私たちが食べてるヨーグルト、リミがこっちで、私がこっちで、ヨーグルトと、あとこれ何だったっけ、ね、シャキシャキしてるやつ、このヨーグルトしかね、美味しくない。そうなの？そう、これ甘くて美味しいよね。うん、後ろがそのねのブルガリアのヨーグルトです。チゴ入り、そういつもこれだっけ。そう、いつもこれ、うん、こっちはね、たくあん、たくあんか、たくあんと、梅干しと、納豆。次、下の段、はい、ソーセージ、シャウエッセン、シャウエッセン、シャウエッセン、本当シャウエッセンもソーセージで、その隣のこれは、これはね、この前の残りの白滝だ。あ、白滝、白滝食べたい。あの、すき焼きを食べた時の、後ろに、後ろに白滝がまだ残っている。ちょっと白滝買いすぎちゃったんだ。ああ、やばい。買いすぎだよって怒ってるんです。冷蔵庫に。はい。じゃあこの下は卵。割れてる。割れてない。下はお弁当用。子供がお弁当くん、子供が大好きなもの。見て、はい、チーズハンバーグだ。美味しそう。リミの好きなハンバーグ。合わせチーズいいかな。よし、戻そう。戻さないとママに怒られる。その綺麗に戻すんだよ。やばいね、怒られる。さっきと同じように戻すんだよ。もうわかんなくなる。もうそんなことじゃない？ちっちゃう。ちょっと、大丈夫。ちっちゃう。あ、これは冷蔵庫の時間切れです。やったー。はい、一回閉めて、もう一回開けます。リミが飲んでる薬です。うん、ね、風邪薬だね、アンパンマン。で、下がお菓子コーナー、チョコレートとか入ってます。ね、これはこの前チョコレートの、なんだっけ、チロルチョコ、積みたいって使ったチョコに、私が買ったかわいそうなチョコレートの板、うん、美味しいやつではまた、また。なんでこれが、なんかパパがつまみ食いしてたら名前を書かれちゃったやつだ。パパがバツって書いてある。パパ食べちゃダメって書かれました。で、ここが飲み物コーナー。
で、後ろに水です。ゆい？ケーキシロップにチョコレートシロップに練乳にステーキの醤油です。なんだこれ、醤油じゃないよ、醤油って書いてあるじゃん。この辺はたまに使うものがあるね。はい、あ、で次に醤油にそうめんの汁にすき焼きのタレ、タレ、はい、一番相談がバッサ、生わさびにニンニクに生姜にみんな大好きコーミペースト、これ美味しいよね。中華醤油に中華のソース中華じゃないよにケチャップにマヨネーズ、うん、で忘れてたんですけど一番上の裏になんかカロリーゼロが入ってました。ああ今気づきました。あとなんか入ってる、あとケチャップだ、ケチャップだ、こっちにもケチャップが入ってました、うん、ごめんなさい。の次にしていきます。じゃじゃーん、ここはもうリミが食べるのが結構多いかな、ね、うんうん、ちーちゃんバニラ、あ、今日パンケーキ、パンケーキ私が大好きなコストコのやつ、コストコこんなの売ってたっけ、うん、見て、あ、今日ピーナー、あ、ほんとだ、これもピーナーか、甘いここに見つけたっしょ、大量ピーナーの段階、あとここにも大量ピーナー4つも入ってます、うん、リミ、全部リミで、後ろにはこういうなんか、なんていうの、あ、昔の、昔のっていうか、アイスが、かき氷系の氷アイスね、アイスに、シャーベットだよ、シャーベット、ガリガリくんです、ガリガリくん、ママの好きなガリガリくんコーラで、あとこれ私の水筒につけるやつ、ここで冷えるやつね、わしをれてちょうどそれてトゥトゥまず、避けるチーズに、あとで食べる食べる、あと、とろけるスライスチーズに、あとで食べる、あとで食べる、じゃバターに、あとで食べる、食べない、これが、はちみつバター、そう、はちみつバターに、食べる、マーガリンに、食べる、あ、下にケーキ用のマーガリンがあります、食べる、が、ウーム、うん、ウームさんからもらったクッキーかな、で、クッキー、開けてみたい、うん、これは食べてないことがバレちゃいます、開けてみたい、あとで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 、わかった、で、今日なんで突然冷蔵庫紹介をしたかの秘密のケーキです、はい、ママさっき怒っちゃったけど、うん、本当はこれはチョコ、アーモンドチョコ、うん、フランチショコラ、ラッコ、ラッコじゃない、コアラ、ラッパ、ほらママ怒ってる、パンツなのこれ、ねえ、これパンツだったねえ、ママに気づかれちゃう、そっか、ママに気づかれちゃう、パンツが気づかれちゃう、あ、ほら冷蔵庫またピーピー言ってるからはい、何これ、オランダや、そう、何これ、オランダケーキか、母の日のケーキ、ね、だからね、冷蔵庫紹介して、うん、ママにちょっとそうサプライズしようと思ったら、キミとパパが買ってくれた、そうなんだ、これママに買ってくれたの、そう、そっか、ありがとう、じゃあ開けて、開けて開けて開けて、まさかの激怒から、ニコニコそして高級、高級、高級はしないよ、しない、してる、キーラ、おー、かわいい、これかわいいよ、ね、すごい、これ本当はね、4個買いたかったんだけど、なんか人気がありすぎてね、ラスト2個しかなかった、あ、そうなんだ、だから2個なの、そう、買えなかったんだ、今なんで2個と思ったの、お母さん大好きだって、大好き、うん、ありがとう、シホからママへ、ミミからママへ、そうか、これどこママの、うん、ママの、あ、また紙食べてる、あ、コロンが、じゃあこっちもあげてみる、こっちは何なの、ね、うん、フランチショコラ、チョコ
子ですね。なんかリミちゃんが好きそうな名前だね。クラウトチョコ。そうだよ。リミ好きだよ。一人で開けるの。開けて。おお。なんか紅白で。コロンが来たよ。コロンもなんか何事って感じ。食べて、うん、ちょっと開けて食べるのそう、ママのいい、じゃあママにあんしてあげる。あー、リミちゃんが好きそうなお菓子と言って、たばくあれちょっとあれ、リミちゃん、ママのじゃないの。グミ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 ペアサンジーだ、おやつだ、甘い